前回の続き。俺も一戦やろうかな。OK。ファールは。クラシックやるか。ね、カルティよろしい。カルティもできるの？できるんじゃないか。何を？エイリアン技術。エイリアンキルト？いや。いや。音量がめんどくせえな。いやそうなんだよね。OK。はい。OK。うん。じゃあ4人でクラシックいきます。おい。とりあえず前みたいにやればいいんでしょ俺は。そう。うん。わ相手すごいな。前。国が全部バラバラやん。ノルウェーや。フランスもいる。はい。ノルウェー、ロシア。ロシア、フランスはいないですね。あ、ロシアかだった。あ、フランスではないね。わあこれな。オートオンでしょ、OK。全てのファイター移動できなくなる、射程がプラス500。ちょっと面白い。2×にした。2×にした。ああ、2×だ。2×か。これは、3、マインドだね。マインドのどれか。6イン。あ、カルティ6インか。うん、この前やってめっちゃ良かったのはカースドキャスケットか、うん、ガトリング、あガトリング結構好きだったな。あの前かガトリング強いよね実際。ガトリングにしよう。あカースドキャスケット手に入れてた。やべ録画してね。オッケーしなかったっけ。全然オッケーじゃないね。バルさんガトリング好きよな。見てる感じ。ああ、安定してる。ああ。え？あマジか。あ俺ガルさんと一緒だったの。被っても問題ないんですよね。あそう、被っても問題ない。うん。敵が攻撃できるレーンっていうのは決まってるから。ただ問題はね、ちょっと俺もディシブル置いてるからこっち一つしかいねえんだよ。大丈夫。あ大丈夫。俺衝撃。でもなんかね全員被っちゃうとあれだもんね。そのウェーブに弱いっていうのはできちゃうからね。そう。4人だとあんま変わんないけど。まあ、ええー。この人からあんまり変わんないかなと思って。2人の時はねだいぶ響くよね。そう。いつもテンペスト、いつもガトリングしてクラブウォール、そうじゃない、前回カルティのやつ見たとき相当うまくあれ言ってたもんな。確かになんか、甲府なんか120ぐらいでいってなかったっけ、あれ。多分いったかも。ね、めっちゃ、もっといってたね。いや、200だよ。200いってたけど、いや、そう。120で止めようかみたいな話になったよね、結局。だって、周りがあって120とかそのぐらいの時に。220ぐらいいってたな。そう。でも、そんなにいらない説は、実際ある。うん。120で止めてたもんね、敵。うん。まあ、後半にやっと、まあ、なんか、いくら言ったらね、18、19ウェーブでやっと効果って、そんなに役に立たない。ああ、確かに。のあるからね。Yes, my lord. ちょっと、一杯、日本酒飲もうかな。一本。
一杯ね。一本は相当やってる。それは相当お元気ですねって言われてる。あの、リークするとなんかあるの？まあ、その通り単純にお金が入んなくなるのはあるんだけど、あの要はさ、モンスター倒したらさ、6円入るとかってあるじゃん。ああ。だからその6円が、あの、味方のもう、方に、味方が倒してくれたら、あの、2円とか1円とかしか入んないんだよ。うん。まあ、単純にその分は損は損だよねって話。なるほどね。うん。だけど、その分の、あの、ロスっていうのを、まあ、甲府雇っているおかげで、甲府雇ってるんだったら回収はしやすい、序盤だったらね。よしよし、まあ、早いな。ちょっと多いな。まあ俺もいいけど、やっぱそうね、さっきのだからカルティの 11% リークっていうのはめちゃめちゃいいね。あんなのは、あの、本当に6円損したけど、後の20円、30円 に速攻つながるから。うん。なるほどね。うん。絶対分かってない。分かってるよ。左下に電力が出てて、今カルティ220しかないねんけど。大体周りに合わしときゃ、なんとかなるよ。まあ一応今はあれ、435がベースライン、あの、の、ボーダーラインだから。敵強い。Consider it done.俺は、ありがとう。モスさんの金庫番が強いな。ああ、いいんすよね、こいつ以外。うんうんうん。ああ、間違いだな。あれだよ、これ。おい、なんか。あ、だいぶ。重いな。なんつうの。Yes, my lord. お、これはクリアできそう、カルティ。あ、うぇい。It is not I, but we... 波動ダンサー、ガルさんですか？ん？波動ダンサー。波動ダンサーは、クソ強。クソ強。バロタ。いや、マジ強い。めっちゃ強いな、マジで。うん。なんか無限にブースに出てくるみたいな、知らん限りです。ああ。なぜか、ちょっと何してんの？何してんの？アイアンロードもマシで最初っていうか、何やこいつって思ったけど、見てみるか。
ファイアーロード。ファイアーロードっていうフェニックスになるやつ。ああ、アフロっすね。そうそうそう。アフロは強い。リークしなそうだよな。ギリリークしないのがね、一番強いんだよな。うんうまいよな。うん。これでやっぱカルティが序盤に一番交付宿ってるから一番お金持ってるんだよ。確かに。ああ。ああ。ホライズ。オンホライズ。オンマイウェイ。大丈夫、オンマイウェイは。オンマイウェイ。序盤のやつ結構響くね。序盤はやっぱでかいね。甲府1、甲府1とかはやっぱ序盤はすごいでかいね。いや、うん。 What do you mean by unprepared? On my way.さっきあのババロコっていう人がリークしたっていうのが逆に怖いっちゃ怖いんだよな。まあまあお金持ってるくせしてリークしたってことは相当興奮にさっき振ったってことだな。ああなるほど。うん。どうすか。ん？彼260来てる。しかも全部スネイル。スネイル大量だな。余裕そうやな。さすがにスネイルは相手はリーク。はい、俺クエーション。オッケーションジェスフラロロロ出るじゃんでしょ。本人かと思う。うん、本人かと。ゲームの音か。パあのディスコードとかは分からんかな。どうしたんでしょうか。On my way. どんどん適当に。
もうベキオン TD2 じゃん。言い方は適当だろ。そのものじゃん。それだったら。これ。Not enough gold. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord.Yes, love. 誰から聞こえてんの？カカシさんからだわ。誰？カカシさんですね。なんか聞こえると思ってる。ブランド。カカシさん相手は。俺ですか？うん。カルティ相手が一番硬そうでは。Let's get down to business. Let's get down to pay your debts. On my way. On my way. Yes, my lord. やべえ、勝てえ。登って。敵勝てえ。On my way. あぶねえ、ギリギリ。超ギリギリ。Yes, my lord. ダメか。あ、17か。ちょっと待って。うん。はい、さあ。Yes, my lord.リックするわ。フィーターやっぱ強えな。ああ。バックリーダー来た？フィーター。来ますね。ああ、ってことあれだ。もう向こう手動外してる。あ、オート外してんだ。持ち族にシャットダウンゴールドが入ったからちょっと一回リックさせてこうみたいなあれかもしれないね。ああ、卑怯だね。卑怯とは言えないな。どうやねんけどな。そうやな。Give it a shot. Yes, my lord. Not enough gold. Yeah, we're going to turn it on. Right away. Oh, go ahead. Right away. Yes, my lord. Yeah.
うわ、強えな。あ、怖え。いやー、助けないか。あ、惜しい。こんな気持ち。惜しかった。まあまあまあ。I'll give it a shot. Mel. I never run. I stand ready. Mel. いや、カルティ勝てねえな。これはカルティ勝てねえな。10万だな、せめて。めちゃくちゃ金持ってるな。めっちゃ金持ちよ。On my way. あ、やべ。Yes, my lord.Alright, sir. Right away. 俺はいたい。こっちがバランスいいね。I will gush you this, 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 bloody roar! ちょっと控えめに行くか。ヘベ、やらかした。お前か。盤面5800。めっちゃ強くしすぎた。そうだね。それはちょっと、やりすぎたあれね。でもそれできるってもうなんかね、あの金持ちのどうやからですね。やりきんやった。完全に金持ちのどうやからですね。めっちゃやりすぎた。やべえ、間違って自宅にプールつけちゃった。そんなレベルよな。そんなレベル。電車買っちゃったみたいな。みんなと電車通学したいよっつって電車買っといたから。電車で移動しようと思ったらプライベートジェット機買っちゃった。頭おかしいやつあと1000ゴールド余ってるけどどうしたらいいんだこれは。嘘でしょ、マジで。マジだわ。いやでもプラスなんだよな、もうプラス400くらいなんだよ、全部全部スコープ。いやマジか、プラス1000やべえな。え、それカルティの収入どうなってんの今。1019。あのなんていうの、だ 1ウェブやるごとに1000ゴールドをもらえる。1000か。うん、いやでもそれでプラス1000はやっぱりあれだな、プラス序盤のプラスが生きてるんだよね、やっぱりな。まあでも早めに120にしてもらって、そこからもう盤面強くし続ければ勝てそうやけどね。カルティもうやめて、もう120、もうこう100、ちょうど120今。ああ、じゃあもうやめて、あとはもう盤面強くすることに専念したら。いいんじゃねえか。全部？全部。これ全部バーやる。全部盤面に使っていいと思う。なんか送ったりしなくていいの？あ、今オートは勝手に送られてんよね。ああ。そういうルールなんや。ああ、じゃあ。今2000あるけど、ほぼ。えぐいな。
こんななるのか、このゲームは。俺もコーフここで終わりにする。あ、テンペスト出してみようか。あー、テンペストあるか、飛行ユニットでしょ。買ったことないんで。あー、でもあんまりしないか。あ、でもね、接近もあれだね、今度は同じぐらいの交付量雇っている。雇ってるね。待ってたし余ったし、交付つけよう。いやでもね、21からだからね、このルール。ああ、俺もここからじゃあ半目に全部ですよ。まあ1000超えればいいって感じか、イメージ。うーん、もしやるとよりになったスコーラか。もう2000だ、俺は。また強化するやつはないか。さに負け知らず。送ってくる、止めましたね。あ、じゃあ止めないと。オート。あ、本当だ、止めるか。どうする。いや、もう22かしかないでしょ。ん、なに、どうすればいいの。クラーケン次は一旦何もせず盤面強化。うん、ここ2000オーバーしてたんだけど。マジで2000オーバーしてた。2000オーバー、やば、2000オーバーやばいね。プラス系のやつがないな。ぶっちゃけこれ23までありかもしんねえけど。どうする。いや、まあここの様子で見る。まあ送っていかないと思うけどな。いや、様子で見るか。うん、送ってきたら次送るで、送ってこなかったら23で勝負する。出てこないから23でいくか。向こうがね、てか俺の相手が一人、俺の相手がやべえんだよ。12000か、盤面。カルティと同じなんだよな。あ、一応プラスなんか1600くらい。あ、そう、でそれが俺の濃いめなんさ。どうした。何、もう、ゴールドもらえなかったんだけど。あ、もうもらえない、これ以上は。もう一回もらえない。強化できないじゃん。できない。どうすんの。送るか送らないか。送らない。今回はうわー、敵も来ねえ。いやー、じゃあ行くぞ。行こう。うわ、これはもう我慢できないね。なんか強力だから終了の少ないってやつを適当に。少ない収入なら何でも、うん、だから少ない収入ってやつ。ニードラっていうやつが、まあ安定して強い。ニードラ、じゃあニードラ全振りしようかな。ああ、でもいい。で、多分ね、下手したらニードラ8体全部変えちゃうから、そうなったらシャーマン買うっていう。ああ、おお、いやー、これカルティ強い、相当強い。
あーダメか、俺も守りきれんかったな。いやでもこれ無理じゃね、タンクいないし。でも多少、いやどうやこれ、死ぬ死なないよ、あんまり終わりはいやないで、これ耐え切れればだから、うん、だと。あ、意外と減るね。でもそれ耐え切れるか、やばいな。あれ意外とじゃないか、これまずいな。あれまずい、あれギリ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 、ゼロ。ああ、今回耐え切ったから多分勝てると思うんだよな。俺らが時間稼げればいい、盤面で。あと盤面で、盤面で、まあできればタンクみたいな、タンク増やしてるんで、ちょっと。もうこれだけ、ほら3000、いやー3600きた、無理かな。なんか重っ。いやこれ気が多すぎる、重すぎる。ダメだ、負けっぽいね、負けっぽいね。敵の方が効果多いわこれ。いや強いな。これはね、これ敵の方強いわこれ、完全に効果多い。いや一旦21で送るべきだったか。いやどうだね、先に俺たちか。うん、先にうちらだね。HP は22しかないから。いやしかもさ、これさ、最後あのカッキーの相手がさ、めっちゃ最後タンクバババババッと決まって時間めっちゃ遅延してんじゃんこれ。うまいやつや、うまいやつだよこれ。タンクか最後は。あの最後俺さ、結局これあのあんまり安いユニットこのルールだったら使いにくいかない方が思ったけど、最後の最後にあいつあれだよ、あの安いユニットババババババって置きまくって、ああそうなの、連鎖してきてる、風来た。そう、あの対面のやつなんだっけ、ババロコ。ババロコは俺の対面なはずだな。対面ってあれだ、ね、見てなかった全然。あのグランドアドミラルってやつ。ああ、うん、ほんまや、プライムと回復で遅延するまんまやこれ。そう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 。いやこれでもなるほどな、確かにそうだよね。だってこれグランドアドミラルっていう人からしたらカルテに絶対勝てないじゃん、タイマン。うん、だからもう安いユニットを残して、リロールして残して、あれだよね、その、最後に使うっていう。なるほどね。うん。まあ、俺にはちょっとよくわからんのやけど。まあ、時間稼ぎよ。そう。わからんやったら一番強かったっていう。いや、このルールはね、なかなか奥が深いね。いや。うん。なかなかやって難しいかなと思ったけど。しかもこれは俺が食いんだ。あ、そうだね。ん？ダブルクイーン？さっきのグランドなんとか。うん、そうだね。いやでも労働者の数で俺らがやっぱ勝ってるんだね、これね。いや、OK がいいってもんでもな、もう。いや、これどうなんだろうね。収入、だから、結局22人耐えたら勝ち、やっぱあれか、18とか19あたりで送るべきだったっていうことか。確かに外してたもんな。うん。オートのタイミングずらすしかないんじゃない？そう。オートのタイミングだよ、これ。いや、結局、駆け引きで負けた感あるけどな、今回は。え、まあそうだね。相手が先送ってきて、うちらがその後送って、落としきれずに相手が送って負けたから。そう。え、だから、それをさせないために、一回、
でもずっと基本落ちたもんな、このルール。ああ、21からでいいと思うな、今のは。だって結局リークはしなかったしな。そうだな。20前のやつは。うん。ちょっとあれだ、勝ち方はいまいち、まだピンときない感じあるな、このルール。この間、パンだと思ったけど、ダメだったね。まあ、面白いは面白いけどな。実はな、まだ今回のパッチ、今回のパッチっていうかもう、2週間ぐらい前のパッチ来てきた、ワープウィング、まだ使ってないんだよな。ああ、なんかサポートから攻撃に変わりましたよ、こいつ。あ、そうなの？え、それいつ？あ、違う。どうかな？いつの間にかなんか、うん。最初はサポートなんだからって書いてあったのに。そうそうそう、うん、そうだね。シンプルアタッカーになった。あ、そうなの？へぇー。攻撃力下げるから。ああ、なるほど。攻撃特例か。まあまあ。エバッファー。はいはいはい。そうなんだ。まだまだ謎がいっぱいだね、このゲームはね。そうだね。情報がない。誰か日本人で詳しい人もっと来てくれ、本当に、このゲーム。そんな感じかい。はい。はい。じゃあ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です、うん。チャンネル登録といいねお願いします。今ならチャンネル登録高評価 100%。次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画もチェックしてね。ほな、バイビー。